はようございます。4日目の朝でございます。疲れてます今時刻が7時48分で、幌延という町にいます。道北ですね。もうちょっとで稚内ってところです。あと電車で1時間ぐらいで稚内ですね。昨日路線バス2時間で旭川駅まで出て、総務京からですね。でその後列車に揺られて3時間でここまで来たんですけど、まあ疲れましたね。すげえ乗ってみたかった特急だったんですけど、いやー乗り心地がやっぱ在来特急は疲れますね。駅がちょうどあそこですね。幌延駅です。でこれからですね、ほとんど風力発電を見に行きます。まあ、この幌延が一応一番こう最寄りの駅みたいな感じになってて、宿とかもそこそこあるので、昨日素泊まりで民宿泊まりました。本当はキャンプ場泊まろうかと思ったんですけど、まあ初めてのところで、なんか受付はないみたいなんですけど、無料キャンプ場だから。でもまあちょっと無理しなくていいやっていうのと、お天気が怪しかったんで、でまあ案の定夜雨降ったみたいで、路面びしょびしょで、ちょっと出発が7時ぐらいに出発する予定が少し遅れちゃって、でさらに言うとですね、今も雨降ってるんですよね。もしかすると GoPro のレンズに水滴がついてるかもしれないんですけどで気温はですね、今10度です。10度、冬ですよね。年末年始ライドした時と同じ気温っていうね。いや恐ろしいですよね。何なんでしょうこの、北海道5月は寒いです。宗谷本線の線路ですね。左が旭川で右が稚内です。まあ、昨日夜ね移動してきたんで景色が見れなくて残念でしたけど、でまずはセイコーマート寄ってちょこっとおにぎりとか食べて、それからもう走り始めます。今日あんまり時間ないんですよ実は。またまたこの幌延から2つ先の豊富っていう駅あるんですけど、そこに12時の特急が来るんですが、それに乗りたいですよね。ということでまずは買い出しします。セイコーマートオリジナルスポーツウォーター。でもこれ好きなんですよね、セイコーマートのこの2個入りおにぎり。ドアスジコとシャゲ買いました。では朝飯食べます。さて食べ終わりましたので出発します。今8時4分、ちょっとギリギリの線ですね。4時間、だいたい自転車ナビで引いたコースが40キロなので、まあ、僕のペースだと1時間10キロですので、ちょっとギリギリですね。割と急ぎ気味に走らないと。まあ、オロランラインに出て向かい風になってたらアウトですねいやそれにしても寒い。いらないかなって最後の最後まで悩んだんですけど、冬用装備持ってきて本当によかった。ではまずはですね、オロロンラインの、ところに出る鉄塩川の河口のところですね、鉄塩町に向かいます。1時間かかるかかかんないかぐらいです。立派な道がありますね。本当昔に比べて道が増えたんで、北海道も移動が楽になりましてね。車での移動ですね。奥井45度通過点、通過します。残あんまりモニュメントとかないですね、ここは。とりあえず看板だけ。国道40号に出ましたってやろうと思ったら、いつもの GoPro がハングってまして、外してメディアモジュラー外して
バッテリー抜き差しっていうね、めんどくさい作業を。これだけ最悪ですよね、 GoPro。 でここで一旦40号で稚内とは反対方向の南の名寄方面へちょこっとだけ向かいます。でほんのちょっとだけ走ると今度国道230何号かが出てくるので、そこで天塩町の方へ向かいます。ちょっと木で見にくいかもしれないんですけど、向こう側に天塩川があって、天塩川沿いにずっと今下ってる感じなんですよね、太平洋に向かって。で、あのところ GoPro だと分かりにくいかもしれないんですけど、包みになってて、あの上がダートらしいんですよ、ツーリングマップルによると。なんでグラベル走りたい人はあそこを走ってもいいんじゃないですかね。十何キロって書いてあったな。直線ですね。ただね、路面状況はすごくいいです。あの昨日の国道に比べると、あのぬかびらから層雲峡までの国道はひどかったですね。ここは割とマシですね。マシというか至って普通です。ちょっと早くも暑くなってきたんで、ティートンブロスの風通すウィンドブレーカーを脱ぎます。でこれでロンティーとオクタと山シャツという構成ですね。普通にサイクルベストでこれで走ります。と耳が冷たいのでキャップをかぶりたいと思います。どうですか、直線道路すごいですよね。これが走りたくて来たって感じですよね。いやにしても寒いキャップかぶります。いや本当に冬装備ね、意識持ってきてよかったわ。今もう11度ですもんね、全然気温上がらない。あ、路線バスだ、豊富駅行き、羽幌から出てるみたいですね。さっきも抜かれたから結構走ってるんだ。いやでも昨日思ったんですけど、折りたたみ自転車って全然路線バス袋に入れてればいいですよみたいな感じで全然 OK だったので、まあ運転手さん判断とかね、よるでしょうし、あの通勤通学で混んでる時間帯とかは NG かもしれないんですけど、時間さえ選べば乗せられるっていうのは大きいですよね。あ、オトン類が見える。おお、すごいすごいすごい。ちょっとね、 GoPro だったら絶対見えないと思うんで。いや、いいですね、すごいすごい。大昔に一回見たことあるんですけど、外止まりもしなかったような気がするんですよね。いや今日も曇り、残念。そして今日も格好が鳴いている。キツツキと格好って北海道多いんですかね。はい、こんな感じです。では行きます。今国道離れてこっちの細い道へ行きます。道道とかそういうのもついてない道ですね。でこれなんでここ行くかっていうと、天塩の町の方をですね、あの通らずにちょっとショートカットします。多分行けると思うんですけど、あそこに青看板があるから、おそらくオーロララインまでつながってるはずなんですよね、この舗装路が。今ダンプが走ってるところがオーロララインですね。ショートカット成功ですね。で今がちょうど9時になったところなので、まあ予定通り1時間でオーロララインまで出た感じですかね。でここから2時間ぐらいかけてオーロラライン走って、そこからまた再び内陸に入って豊臣駅へ向かうと。だまあそのオーロララインの2時間をどれだけ短縮できるかかな。天塩川河口大橋渡ります。橋は路肩が狭いので車へ配慮して、僕は極力歩道を走る派です。こっちが河口ですね。海からまだだいぶ離れてる感じです。あそこに見えますよね、あれがオトン類ですね。いやなかなか肉眼で見るとやっぱり圧巻ですね。
あんだけなんか綺麗にまっすぐに並んでる風力発電ってあんま見ないんで、大体こうね、ランダムにポツンポツンと立ってるのが風力発電のイメージですからね。相変わらず雨降ったり止んだりですね。稚内62キロなので、朝ホロノベスタートで稚内行くのも全然1日走る予定を組めばありな距離ですね。まあオーロララインの最後のところずっとね、サロベツ原野を走るコースなんで、ただ風があるときは本当辛いみたいですけどね。今日は左から西からの風がちょっと吹いてるだけなんで、この大荷物でも難儀せずに走れてます。まあさっきから触れてますけど、風力発電の羽が全然回ってないんで風は無風に近いってことでしょうね。利尻富士はあっちの方にちょこっと見えてるんですけど、ほぼ雲の中です。だいぶ近づいてきました。なんか手前の小さいのはくるくる回ってますね。すごいですね。この空から落ちてきてる水は何なんでしょうか。おかしいな、今日雨予報じゃないんですけどね。雨男っすね。今ちょっとね、割と大粒の雨が降ってきてます。このおとん類を撮影し始めたら、まあ一応自分も入れてあるのとか撮れたんですけど、いや晴れた時に撮りたかったっすね。ただね、すごい明るいので多分一瞬の通り雨だと思うんですけど、まあまあザーザーってほどではないので助かってますね。はい、もうちょっと、まあ、この雨を受けながら走るのはあのね、カッパとかも蒸れるし嫌なので、もうあと数分ちょっと休憩して、それでもやまなかったらまあ走り始めます。時間あまりないので。いや、なかなか圧巻ですよね。おとん類風力発電でございます。